するしない？それでは今回の匠ご覧ください。南二局日本バー開始です。皆さん手配を開けてください。ドラはスーピン、上茶の親が続きまして日本バーとなっています。そして全局は4100ホールでまくられてしまいました。もうこうなったらねこうなったら、はい、今までよりも前のめりですよ。お、結構な前のめり見てきましたけど、さっきまでは、うん、トップだったのにあんまりリスクを追えな、はい、持ってましたかね、まあ、追えない状況だったんですよ。そこまであのかなり危険なラインは行ってませんでした。でしょ、はい、今からはこうなったら、うん、もうガンガン行きますよ。ガンガン行く。だってラスがまだ行ってないじゃないですか。そうですね、かなり離れました。2と3と1だったら2から3なんて20ポイントしか減らないんですよ、うんうんうん、1だったら40ポイント減らないんですよ。40ポイントが大きいんですよね、はい、それを取りに行きます。この手はまあイーソキューソいらなくてもいらないんですけど、はい、まあ、神さんに泣かれたくないんで、ここの局面はいつもだったら神さんに泣かれていいんですけど、はい、ここは敵なんで、はい、泣かれたくないんでライバルのトンから行きました、はい、今回はまた仕掛けていくというよりもまあ面前、まあ、仕上げていく赤絡みのね、リーチ赤以上を目指したいですよね、はい、あとダブナン重なればダブナン赤一、赤、ね、赤赤とか赤ドラとか、まあ、スーピンね、いきたいですね、はい、ぜひ。今回の匠で初めて追うパターンとなりました。で、おこれ神さんの現物残したいじゃないですか、20目の急走、はい、でも、イーソ重なったら1億採用なんで枚数的な理論ですね、はい、こういうちっちゃなところも攻め寄りですよね。そうですね、まあ少々ありますしね、まあ安全な範囲、まあ、追う立場ですしやっと慣れた感じです、追う立場にね追う立場が行き来してるかもしれないあ、じゃあより太郎さんらしさ出てくるのかかもしれないですね。はい、今度は手出しにやんそう。まあ通手もね通手もですね、今回残したのはまあ他の人もちょっとペーだとしない一瞬だったし、はい、そうですね。いやでもこれ以上離されるわけにはいかないですね。いかないですね。まだ親番があるとはいえ、うん、ちょっとここで離されるのはやってない。ペンちゃん外し、ペンちゃん落としてきたか、来ましたよこっちもまた神ちゃんがやってくるか。ペンちゃん外しがあの順目で早くも行われるといいとこありましたね。うん、まあでももう自分の手がそれをどうでもいいぐらいの基準になってきてるんで、おじゃあもうそこまで相手の出てくる情報は重きを置いてないってことですか。重きはまあ多少はもちろん見てはいるけれど情報は重要なんですけど、うん、まあディフェンス意識はそんなに持たなくていいかな、うんうんうん、ただここにかけてね、どうですか、何来ました。さっきまで頼りにならなかったトイメンさんがね、なんか普通に上がりに来てる感じがその前の言葉いらなくないですかトイメンさんがでよかったじゃないか個人的な感情入れすぎじゃないですかいや、そういう気持ちになんないですか。いや、わかりますよ、マージャン打ってるとね、4人で戦ってるからいろんな感情になりますけど、はい、そうそう、太郎さん素直すぎますね手作業は整ってますよ、でもね、はい、あとはこう埋めていけばどうします。さあどうしようかな。サブロー装備機、チーズ装備機、まあちょっとなんはね、さっきのリアンはだいぶ離れてたんですけど、はい、ファーストは急速切ってるとはいえ、うん、まあまあくっついてるんで、こういった形結構またの振り返りも求めて残しますね。はい、一つ離れてくる、サブロー装ですからね、はい、さっきリアンは数万しか簡単できませんけど、うんうん、サブロー装で立つができるのであればというわけで、ラブナンになる牌を切っていった。ちょっと進み方が甘い。進み方が甘い。ちょっと気持ち的にはそうする。ちょっとローワンとか、はい、スリムになりたい気持ちありますけど、ね、そんなこと言ってらんないですよね。結構ね、あの、ラン切るときにローワン打つ方もいるかもしれない。まあ、いそうですね。あ、そんなに早く今のイーソの時でもありですし。だって、ウーアンヒって、ウーアンヒってどうするんですか。スタメンツですよね。どうするんですか。もちろんご飯引きもそうですし ね、そうですよね。
あれやばい、透明さんね、あれっきりね、はい、ローピン、リアンピンってやつなんですよ、うん、あれよくスーピン勝てって言うんですよ、ね、2枚以上そうやばいじゃないですか、多分ドラドラドラ、なんでこいちっちゃくなったんですか、分かんないドラドラの可能性が高い、さあお高いじゃないですか、結構ねインシャって、観浪ピンに向かってレッツゴーみたいな、どうしようになってきましたね、ここではローワンを先に生きるか、ローワンかパーソーの選択ですか、これは直球いきましょうか、おお、はい、ここはパーソー切り、シャー引いてもいいし、ローワン引いてもいいしという構えにしましょう、はい、一番のまっすぐな、まあ、ここのターツがね、ほぼ振り替われないんですよね、そうですね、ドラスーピンの観浪ピン赤で、振り替わる可能性があればパーソー残してもいいんですけど、はい、振り替われないんで、諸事情により、まあ、振り替わる可能性が低いんで、これはどうです？どうしましょうか、3と6をどっちを切るか、3、4、5、6、想像の形、うん、まあ、それほど差を感じないですけど、一応ね、感動性は見てるのがちょっとあるかもしれない、ね、まあ、ない大体なそうですけど、ウッパーワン入った時の感動ピン、リーチ打ちます、あ、来ちゃった、その前にあとゴロチもありますし、ね、あーリーチ来ましたね、ローソー切りリーチ、3着目の下茶がやってきた、このインシャンテンを頑張るってことですか、ん僕ですか、はい、いやいや、これもう大体か、トメメさん受けたのかな、そうそう、現物でしたね、結構裏持ってそうな手に見えてたんですけど、現物これは、はい、ちょっと情報少なすぎてね、これ読めないですよね、はい、この端っこは、うん、まあ大体いきますね、まあ、シャーシャーの方が比較的進行として安全なんですけど、別にシャーが完全に安全ではないし、はい、あのシャーチャですね、シャーは、まあ、シャーチャにはションパイ、うん、まあ、一応シャーチャとかそうですね、完全で安全じゃないし、まあ、ピンフラッカーとか欲しいですね、うんうん、自分の自まだそう手詰まりじゃなくて自己都合で、まあ、ローワンシャーも受け入れも残しつつマックスに行きたいです、もうちょっとこれが捨て牌が内側の牌多かったらどうするんですか、また行くんじゃないですか、もうちょっとぐらいだったらそうなんですね、まあ、それよりも自分の例えばローピンが薄くなったとかね、そっちの方がいかない材料になりますね、あーなるほど、まあ、上がなくなったとかね、はい、パワーもね、悪くないですもんね、っていう感じでしばらくいきます、はい、これどっかでそうそう見えなくなるかもしれないけど、しばらくがいつまでなのか、いつ頃なのか、ローピン2枚、これはね、かなり大きな情報ですね2枚はどうですか、ただこれこあの他の人たちが合わせるかどうかもちょっとね重要なんですよ、合わせはまだされていないが助かる、まだいけるかな、まだいける、合わされちゃうともういけなくなっちゃうかもしれないんで、ローピン来ましたね、これね、これまた選択だ、一番こういう、まあ、あのここ形で見たらまっすぐ行きましょう、ね、まだローワン切りですけど、あ、もうちょいまっすぐ行きましょう、まるでリーチが入っていないかのような、はい、まあ、そうです、リーチ入っていないかのように行きましょうもう周りもあれすごい来てらっしゃるって思いますね、これ見るとね、はい、まあ、多くの人がそうですよね、うん、こういうのをしたら大体テンパってる人多いんですけど僕はいいシャンテンです、そんなことない人もいるぞと、さあ次はなんだ、はい、これはあのトミメイさんがチーピン固まってね、スーピン固まってたら意外と危ない筋ではあるんですけど、はい、まあ自分の手と、うんうん、まあ、字ですからね、ワンチャン出るかもしれないですけど、ね、そういうことだ、なるほど、ってことは、まあ、あと枚数でね、はいはい、4対2なんで、はい、これは1、なるほど、ここで追いかけリーチ選んだのはシャンポン、追いついた、上がりきれるかこのシャンポン、どういるんですかね、どっちなんですかね、いや、まあもういるかどうかはもういいですか、もうでももうしょうがないじゃないですか、これどっちがいいかなんて分かんないですよ、うん、もう単純に見た目枚数で、そうですね、今回ね、でシャアが2枚、まあ、バランス的残り山からして、まあ、2枚残ってるケースってそんな多くないかもしれないけど残ってることもあるんですよ、うん、あ、1枚ね、リーチ後に1枚持ってきた人もいるかもしれないし、さあ行ってみよう、一発目ペイでした、さあ二軒リーチ上がりきれるかこの街、ね、楽しそう、まさかこれシャーもちもちとかでニコニコしてないですよねいやそんなの分かんない安心してください、分からないです、でも決着つくかもなとは思ってますね、この二軒リーチもう親もだって対応してますもん、まあそう、これは二人勝負になりそうですね、うん、はい、有効かどうか、ね、現物安全な牌を切っていく、後ろもう履いていらないですね履いて
履いていらないですねっていう。あの、履いてじゃない方がいい、別に、ね、リズム測ったら十分だし、打った時に履いて、ね、相手にいいやんプレゼントも嫌だって、ね、そうですね。あと2回ですね、ツモ版。これでトイメイの手が止まりました。2人に対して完全な敗北。あ、3層泣きましたよ、親が。粘り込むのか横決着させようとか、あの脳天、それか回転ずらしてくれたとかですか。いや脳天量、はい、脳天っていうか脳天マップ払いたくないから、あの宝珠の可能性を上げた可能性ありますね。もしくは打ち合えと、君たち打ち合えと。そうですね、もしくは粘ってるのかもしれない。イシャンテンとかテンパイとか。太郎さんの配点が嫌だったってないですか。うん、ちょっとあるかもしれないですね、はい、まあでも僕的にはちょっとありがたい結論から言うとね、はい、確かに、やだなって言ってたらずらしてくれましたもんね。出会いに関西上がったことと、そうかそうか、配点宝珠のね、この漫画どっちかですよね。まあどっちかは分かんないですけど、うん、どっちでももうリーチした人に関係ないんでそれ言ったらまた匠あと何も喋れなくなりますね素直すぎます。 あ、現物あったから頑張りたかったんだ、テンパってたかもしれないですね。受けたように早く感じた。さあどうだ、うわ通った。最後配点はどうだ。数万あー流局テンパイの方だけ開けてください。はい、2人テンパイ、ウーピンとシャアのシャンポンとシャンパーピン3面ちゃん。よく引き分けましたねさあではみんなの手配も見てみましょう。どんな手だったんでしょうか。あーシャアだ、あれはシャアを掴んだんだ。あそこにも匠がいる。あ、トヨミさんドラ持ってないんだね。ピンズの切りは普通にこう離してた石田だったんですね。さあこのような結果になり、神茶がテクニカルにシャア止めましたね。え、シャア打つ天敗。絶対そうですよ。あれ気づくの遅くないですか太郎さん。太郎さん見たら、あの時のあれもこれだった確かに三層地位でただかっこよく止めた脳天ね、そうだよね、こっちも嫌ね、うん、はいさあということで最後ね止められましたけど、そのおかげで最後積もってきたってことですよね、シャオね。そうそう、山にいたってことですね。それがでも親流れになりましたね。まあね、うんうん、むしろ打たなかったこともラッキーですね。そうですね、相手方3面ちゃんと、ね、まあそのね悔しんでもしょうがない。むしろラッキーだったかもしれないし、うん、ラッキーじゃなかったかもしれないし、わかんないけど、まあ、結果こうだから、はい、次行きましょうか。はい誰よりも巻いてくれて、巻きたね、ちゃんとまとめてくれました、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。